皆さんこんにちは、橋本まなみです。ミステリアスな男女の秘密が物語を左右する映画ガールオンザトレインの魅力を私の視点からお伝えします。こうなるのっていうラストで、ちょっと本当に衝撃がすごいですね。3名の女性が出てくるんですけど、本当にそれぞれがやっぱりその状況が違ってて、でも3人ともどこかこう闇とか悲しみを抱えていて、だからこそこういうことを起こしてしまったとか、見る人の性格とか生活環境とか、こう今までやってきた恋愛とかによってそれぞれのその感じ方っていうのがあると思うので、見てる方本当にいろいろな方に楽しんでもらえる作品だと思いますね。誰かの秘密を覗き見たことがある、丸。現場でご一緒したディレクターさんの給与明細を見ました。他人の幸せを妬ましく思うことがある、丸。人ってそんなもんじゃないですか。多分違うのかな。私だけ。妻のいる男性を愛してしまった経験がある、丸。何回かあります。不倫をしてたのはその知らなくてっていうので、あの妻子ある人とお付き合いしてたっていうのはありますし、すごいやっぱり奥さんいる方魅力的だったりすると、はい、この人素敵だなと思うけどで片思いにしますね。そこで留めてちゃんと深入りしないようにはします。覗き見という行動をきっかけに誰もが隠し持っているさまざまな感情が絡み合っていく衝撃の2時間サスペンスです。皆さんぜひ見てください。いつも通勤電車から眺めていた理想の夫婦、その妻が消えた。 I saw her from the train. She was with this man. 事件に関わる人々の隠された顔が次々と明らかになる。 Did you murder Megan Hipwell? No. Girl on the Train.